もうすぐしたらあんたらのも焼けるよ。ワンちゃんたちのスペアリブ焼けましたね。めっちゃすげえ。味付けて焼きたいな俺が。よしよし、そう、今日のワンちゃんのご飯はスペアリブとマンゴージュースになりますね。これワンちゃん用のマンゴージュースですよ。これ俺が飲みたいわ。これ本当にうまそう。濃厚マンゴージュースですからね。しかもまずはゆずちゃんから。ゆず、よし、おっといか、これといかといか。あら、トマホーク食べてますからね。ちなみにこれね、雨もめちゃくちゃひどくなってるんですよ。そしてでね、ゆずちゃんね、ワンダラ系で買ったスヌードあったの忘れてました。はい、よし、はい、ゆず、あずきちゃんもご飯食べていきますね。あずき、よしよし。あれ、あずき、ビタミンもさっきのおやつのビタミンも全然食べてませんからね。あずきちゃん、おばあさん、おばあさん、おばあさん食べれる。ああ悪くない。もうゆずばあちゃんになっとるな、これおばあちゃんやん、これかわいいわ、ある意味。マンゴージュースの方、開けてきますよ。おお、めっちゃうまそう。ちょっと飲んじゃう。めっちゃ濃厚、これうまっ。ちゃんから開けますね、あずき、よし。お、飲んでる飲んでる。これは美味しいやろ。贅沢やな、これほんまに。めちゃくちゃうまいもん、これ。めちゃくちゃ濃厚。ゆずばあさん、よし。お、飲む飲む飲む。すげえすげえすげえ。満足ですか。おはようございます。今ね、朝の5時ですよ。めっちゃ雨の音してるし、止んでほしかった。今日はね、もうね、天気もうずっと雨みたいですね、天気予報見たら。でもね、テントの方ね、良かったです。もう全然濡れてないしね。あー、朝ごはん作らなきゃ。朝ごはんの方、バームクーヘンを今日は作っていきますね。楽しみです。美味しくできるかな。それではまずね、生地の方を作っていきますね。これ美味しそうですよ。しかもこの生地が、普通にホットケーキで食べても美味しそう。これ1つが 200g らしいです。牛乳 100cc でできますね。かからなくて、牛乳 100cc。めっちゃ雨ひどくなってきたし、タイミング悪いな。粉をね、混ぜながら入れていきますよ。
わあ、めっちゃ雨降ってきたな、これ。撤収するとき大変そう、これ。もういい感じ。めちゃくちゃ雨降ってきたんですよ。見てください、あれ。卵の方を入れていきますね。おりゃ、うまそう、うまそう。なおさらうまそうになってきましたよ。よし、生地はできたとして、あとこれね、真ん中に来るもの、まずは魚肉のソーセージ、魚肉ソーセージの方を抜いて一緒にさせちゃいます。そして次バナナも合いますかね。これバナナの玉、無理やりまっすぐにちょっとしちゃいましょう。ちょっと多少割れてもいいです、これ。よし、こんな感じです。そしたらこれ塗っていきますね。まずね、もうこのね、トレーごとね、トレーにも全部入れちゃってください。ほとんど入れちゃってもいい勢いです。これを回して、回しのしながら、これね、ちょっとずつはね、味噌ですからね。これ回しながら行ってください。はい、回しながら行って、はい。これ分かったんですけど、これね、ちょっとね、凹凸が必要です。これ生地がね、全部滑っていくんですよ。これ滑っていくからね、これね、滑り防止でちょっとね、この切れ込みをね、入れてやってください。これチャカ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 チャンチャンチャン。これがいいわ、これ。こうやって回すとね、まんべんなく焼きやすい。よーし、できましたよ。あ、美味しそうにできましたね。よーし、OK でしょ、これは。ほりゃ。うまそう。Thank you.
はい、できましたよ。これね、バナナの方失敗しました。これこれね、やっぱね、バナナって熱が通るとね、ジュクジュクになっちゃいますからね。これもうブチ切れた途中で、途中で折れちゃいましたね。断念しました。そしてこちら、どんな感じかまず切ってみましょうね。うまく断面図できてるかな。おお、微妙、でもうまい具合になってる。ほら、綺麗ではないですけどね、これね、お子さんと作るの楽しいですよ、絶対。食べてきますね。うん、うん、この甘いホットケーキの生地とこのね、魚肉ソーセージがめちゃくちゃ合いますよ、これ。これうまい。うん、これバナナの方もう溶けちゃってるでしょ、バナナ。バナナがもう溶けちゃってるんですよ、これ。バナナどうだろう。あ、でもここちょっとバナナっぽいな、なんか切り立てになったところ。これ断面図の方はちょっとバナナっぽいですよね。よし、食べちゃいますよ。あんま、バナナがより一層甘くなってますよ、これ。おいしい。そしてこいつですよね、こいつです。プレミアムヨーグルトになります。これね、ヒルガノのサービスエリアで売ってるんですけど、前回来た時は売り切れだったんですよ。これ楽しみですよ。これ食べてきますよ。あ、めっちゃ、何これ、味もうまいけどしっとり感が半端ねえ。何これ、え、めっちゃクリーミー。あー、うまっ。これね、道の駅で売ってたブルーベリーになりますね。ゆず食べるかな。よし、ゆず、あずき食べる。ゆず、お、あずき食べとるやん。ゆずいいよ、はいはい、おいしいかな。あら、出しとるやん、ゆずちゃん。ゆずちゃん食べません。あずき食べるか。お、あずき食べとるの、珍しい、あずきが食べるなんて。ゆずちゃんたち、ワンちゃんたちのご飯作っていきますね。ちょっと待ってよ、これ。まずはヨーグルトですね。ヨーグルト食べるかな。これ刺したら、刺したら、そして昨日の豚、ちょっとね、温め直しました。あとはいつもの好きなカリカリですね。カリカリを揚げてきます。もう小豆がもうくらついとるな。こういうもんかな。ゆず、ゆず、ゆず、こっちこ、ゆず、ここ、ゆず、走り来た。お肉からじゃないユズって初めて見るな、これ。ユズ乾いてたかな。あずき食べる。あずきはどれから食べますか。あずきカリカリ、ほんま好きやな。
豚よりカリカリかよみたいな。焼いたい、焼きがいがないわ、本当に豚を。せっかく豚焼いとんのよ、これ。しかもヨーグルトをよけるという。ヨーグルトをよけてうまい場合にカリカリ食べとる。やらしいやっちゃねー。今ね、もう撤収していってます。片付けてますね。もう片付けないと。もうね、今ねちょうど小ぶりなんでね、もうちゃちゃっと片付けちゃいますもん。防水シートなかなか良かったですよ、これ買って正解やわ、これ。あ、危なかった、危機一髪。めっちゃ雨降ってきたし、ちょうど小ぶりな時にね撤収できて良かったです。